ワット・チェーディ・チェット・テーボは、タイの北部、スコー・タイ県シーサッチャナ・アライの旧市街となる、シーサッチャナ・アライ歴史公園にある、仏教寺院遺跡である。寺院は、旧市内の中心にあり、その規模の大きさは、この寺院が王室のために構築されたことを示している。ラーマ六世が、プラルアン旅行記に記したところによると、地元では、その寺院はかつてワット・カラヤナミットと呼ばれ、それは、 リタイの娘により混流されたものとされる。また、ダムロン・ラー・チャー・ヌ・パープは、寺院は、シーサッチャナ・ーライを統治する王族の埋葬地であると、考えた。寺院名のチェーディー、チェット・テオは、七列の仏塔を意味する。ワット・チャン・ロームの前方に位置する、この寺院は、シーサッチャナ・ーライの支壁内にある遺跡の中でも、最重要寺院の一つであり、寺院は、 中央の仏塔のほか、異なる様式で、大きさの違う32基の仏塔で構成されている。ことから、スコータイ王朝の寺院の中でも類いのないものと、みなされている。ワット・チェリーディ・ジェット・テオの中央仏塔は、やや北寄りに、あり、スコータイ様式でハスの花のつぼみの形を成している。また多くの仏塔の様相は、スリランカ、ラーナー、バガンの仏塔など様々な美術様式より影響を、 受ける。それら独特な方形の塔の基部には、見事なスコータ様式の仏像を収める髪型が、丸く筒状の壁画があり、表面に化粧漆喰が施されている。地域内には、礼拝堂、本堂、五基の仏堂、それに、聖地があった。また、寺院の周りは防御壁に囲まれ、もともとは堀に囲まれていた。ありがとうございます。